はい、目指せ収益化への道第1回現状報告。はい、というわけでですね、この動画ではですね、まあ、ちょっと収益化への道までの、まあ、サクセスストーリーを追って、こちら動画にアップしていきたいと思います。まずですね、コンセプトのところなんですけれども、今まだ何の結果も出してない僕ですが、何か進展があるたびにこういった動画をアップしていくという、まあ、サクセスストーリー動画の、まあ、第1弾現状報告というところでございます。でまた自分の時はどうだったとか、自分の、今自分はこんな感じですとか、まだまだひよっこの YouTuber たちのですね情報を、まあ、共有できたら、コメント欄などで共有できたらいいなと思って、ちょっとこの動画をアップしてみましたというところですね。じゃあなんで、こんな動画をアップしようかと思ったっていう経緯がありまして、まずまあ、後で簡単に説明はするんですけれども、まず僕がですね、始めたのが5月2日で、本日、5月26日1998年ですね、今まだ24日間、ちょっとこの YouTube というものにちょっと動画をアップして収益化をまあ目指していきたいなというところで、まあ、駆け出しですよね。そんな形でやってるんですけれども、まあ、やる前にですね、まあ、どうやったら、まあ視聴回数が増えるかとか、チャンネル登録数が増えるかとか、いろいろ調べたんですよ。調べたんですけれども、まあ、それ通りにやったんですけど、未だまあ結果が出ていないというところでですね、まあ、一体この始めたばかりの、まあ、僕もそうなんですけど、皆さんそうだと思うんです。一体いつ結果が出るのかというところがですね、本当に気になるところだと思うんです。で、まあ、それも調べたんですけど、なかなかいいのがないんですよね。だいたいこう、視聴回数が何回でチャンネル登録者が増えましたとか、そういうのって分かんないじゃないですか。一体いつまでやってれば、まあ、結果が出始めるのかなと、そういう目安みたいなものが、まあ、分かれば、まだ今後ちょっと活動していきやすいのかなというところで、まあ、そういったまあ一つのなんすかね、なんていうのかな、なんか指標じゃないですけど、になれればいいかなというのと、あとまあコメントとかで、まあ、同じような、僕自身もやっぱ知りたいんですよ、そこが一番。はい、なんで、そういったところの情報も、まあ、コメントで求めていくというところでございます。ではですね、現状報告いってみましょう。はい、先ほど簡単にご説明しましたけど、僕が始めたのは2018年5月2日に開始して、現在2018年5月26日、まあ、24日間、ちょっとやっているというところでございます。で、ですね、ガラちゃんっていう、まあ、チャンネルでやってて、やってる内容はですね、まあ、いい話とか感動する話、そういったものを、まあ、ちょっと随時アップして、まあ、やっていこうかなということで、そういった形で、まあ若干趣味とかも、趣味動画とかも入れたりするんですけれども、基本的にはまあそんな感じでやっていきたいなというところで、今動画アップ数が36件。なんで、まあ24日間で36件なんで、1日1個か、まあ、2個か、まあそういったペースでやっているわけでございます。で、総視聴回数211回。はい。まあこのうちの半分以上は多分僕か身内ですね。はい。まあ、友達とかそういったところなんですけれども、でチャンネル登録者数こちらは3件、これも全部まあまあ友達です。はい、なんで実際にこう動画を見てチャンネル登録してくださった方っていうのはまだゼロというところでございます。で、まあ、アナリティクス、なんだこれ、すいません、総時間数28日、過去28日間総時間数が158分、視聴回数は、先ほどお伝えしたのでいいと思うんですけれども、まあ、そういったところですね。で、実際動画、36件あって、どれぐらいまあ皆さん見ていただけるのかなと、上から順にちょっと36件全部回数いってきます。視聴回数、1件目0、2件目0、3件目1、4件目0、5件目11、6件目2、7件目7、8件目3、9件目5、10件目6、11件目2、11
12件目に、まあまあまあそんな感じですよね。バババババーと、すいません全部今めんどくさいんで飛ばします。一番、視聴回数が多いのがですね、48件というのが1個あって、その次がもう10件台というところでございます。なんでほとんどの方が見てくださっていないというところなんです。始める前にいろいろ調べたんですけれども、まずは動画をいっぱいアップしてくださいというところとか、あと、タグの使い方とか、あと、タイトルの使い方とか、あと何ですかね、動画をアップするときの画面、皆さん見てくださる、検索したときに一番初めに出てくる画面の設定とか、そういったものも一応ちょっと YouTube で勉強して、それを実行した上で、28日間それをやり続けて、今がこんな手だらくと、じゃあ本当一体いつなるのかというところなんですよ。はい。なんでですね、第1回のこちら見ていただいた方、わかると思います。何の役にも立ちませんよ。これ見ていい秘策があるのかと思って見てくださった方、申し訳ございません。まだ何もないです。これがですね、2回、3回、4回と、初めてチャンネル登録ができました。それには多分こういう理由ですみたいなものを、第2回で報告しようかと思ってるんですけど、そういう2、3、4となって初めて、この動画の意味っていうのがですね、あるのかなというところでございます。なんでこう一番初め、こんな状況ですよ。でこれアップして見てくださる方多分ほとんどいないと思うんです。ただ見てくださったら、もしよろしければぜひチャンネル登録と、コメントの方、僕もこうですよとか、ああですよとか言っていただけると、ありがたいなと思うわけでございます。でですね、最後に一件だけちょっとお伝えしたいことがありまして、今ちょっとこう、あれですね、この今現段階ではですね、チャンネル登録者数1000人、総時間数、何時間とか、それをしないと、収益化ならないというところで、結構総合登録をお願いしますみたいなことがいっぱいあると思うんですけど、ちょっとそれだけはちょっと、僕の中で、やめとこうかなというのがありまして、最終目的は収益化なんですよ。なんで、チャンネル登録だけ増やしたところで、その方が見てくださらなければ、収益にはつながりませんので、そういった、もし、コメント等々はありましたら、すいませんが、それはちょっと、ちょっとお互いにこう押すっていうのではなくて、この動画気に入ってくださったり、いい話とか見ていただいて、気に入ってくださった方が、チャンネル登録の方、ぜひ、よろしくお願いいたします。もしかしたらこの1回で終わっちゃうかもしれないです。続けられなくて、やったけど結果出ずすぐやめちゃうってパターンも考えられるんですけども、なんとか第2回で、またこうやってお伝えできればいいのかなと思うところで、本日は終了したいと思います。すいません、ご清聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録とコメントの方よろしくお願いいたします。はい、じゃあまた第2回でお会いいたしましょう。